江南大学リカレント生海外研修韓国3、韓国における障害教育について。韓国老人人材開発院、50プラス財団の幹部の方々と話しました。なぜ苦難？あの日本語だと苦難ですけども、韓国語読みだと同じく江南大学です。あ、江南。へえ。これからは質問等になりますが。ソウル市にあります55カ所の教育機関とともに、現場実習を始めます。4カ所。こちらもオンラインで、こちらもオンラインがありまして、私もよくできないところがありまして、質問をしました。こちらはオンライン。こちらはオンラインがあることもありますが、五条岡所の教育機関の現場学習が主です。あ、三宅です。一概に難しいとは思うんですけど、日本とね、韓国と比べて、その49歳で辞めてしまう、まあ日本でも途中で辞めて転職するのは何もでもあるんですけど、一応日本では60歳が65歳になり、今70歳になろうとしてる、まあ基本は70ぐらいまで同じ会社に勤めて、でまた一旦辞めて同じ会社にあと何年間か数年間か勤めるという、そんなパターンが多いじゃないかなというふうに僕は思ったんですけど、49歳はちょっと早すぎて、そこの何は対策は別にされんと、それがもう現実だということで、その現実に即した対応をしていこうとされてるという、その49歳をもうちょっと長く同じ企業におらそうという、そこはそんなに努力はされてないと理解していいんでしょうかね。日本분의입장에서는여기가좀의아다나요で、私が訳してないところがあるんですけれども、それが老人貧困貧困につながるので、深刻な問題になります。先ほど申し上げましたように、15年間の空白があるという、これもちろん職業によって違います。公務員とか教師とか大学の先生とかは65歳定年ですね。で、49歳平均になっているのは、それは会社員の場合です。いいです。ちょっと重なった質問になってしまうんですけど、今日本の就職定年の延長みたいなお話があったと思うんですね。おそらく今この労働者の人口が減っていくというのは、これは日本も韓国も同じ事情を抱えていると思うんですね。その中で日本が取っている政策っていうのは、少し軽いと思うんですが、やはりその高齢者のと、女性の雇用率のアップというのを大きなテーマで、動いているわけですね。でそこで一つとっていうのは、年金の問題はちょっと私詳しく分かりませんが、今お話ししましたように、日本は、定年が大体55歳から60歳になりました。今65歳の、ほぼ伸びようとしています。で70歳まで今も先進企業では視野に入れています。で、定年が伸びない会社もですね、再雇用という方法をとって、労働力を確保していくのような方法をとっています。それからもう一つは、やはり
こちらがやっているような形の就職支援、あるいはリスキングというような支援をやっているんですが、定年の延長問題は別にしまして、この企業として今みたいな労働力の確保、社会が労働力の確保というのも大きな問題ですが、企業としての労働力の確保というのは何かこういう日本みたいな形で再雇用だとかというのが、あるいは再就職、それからまあリスキングというような形の政策というのは企業としては何かやってられるところはないんでしょうか。질문이겹치는질문이될수도있다는게사실이에요근데청년들의일자리같은경우에는선호하는일자리가아까말씀하셨던대기업이나이런부분으로집중이되다보니중소기업의중소기업이나스타트업같은데일자리는사실좋은자리도있대입니다今の答えですけれども、どうしても国としては、青年の就職に、なんて言うんでしょうか、政策の優先順位は青年の就職になります。しかし青年は好む職のパターンがありまして、大企業を望んでいまして、中小企業には入ろうとしない、なので、国やこの50プラス財団では青年が好まない中小企業の、熟練でない、中高、経験が乏しくても、できるような、そのような職に中高年 の、 再就職を、連携するという形になっています。いいですか。例えば大企業 の、 青年は私は分かりませんが、中小企業との差があるのかどうか分かりません。大企業の社員というのは、あまり今でいうとこういう財団を利用されるケースというのは多くはないんですか。出来上がったことはないのか。答えられた方は大企業の退職をされた方で、大企業の出身の人も、それから公務員の人も、退職した公務員もこの財団を利用している方が多いんです。再就職、中高齢者の再就職のことで韓国と日本の比較が難しいのは、産業の構造がの違いがあるからです。日本が韓国より製造業が発達しまして、大企業と製造業の、関わりがもっと密着しまして、密着した関係から再就職が日本の場合は容易ではないかと思っています。韓国の場合は製造業が弱いわりに IT が強くて、技術的にも再就職が難しいことも、これくらい江南大学のプログラムのについて質問します。期間は何年でしょうか。1 year 1年。何人が学んでいらっしゃいますか。3つのプログラムがあって、今114人います。We have three programs and hundreds of students.And each program has a different theme to learn. So, program. So, this time, I'm doing theあ、なるほど。
ムプログラミングだ、うん、で、それはリベラルアーツを学ぶプログラムとして5つのコースがある。あの3つのうちその1つがまた5つがあるわけですね。アプソート、セガジプログラム있다고는말씀을하셨는데그중에요거인생100년설계프로그램안에다섯가지의그인문인문과학공부가있다고하셨어요. 네, 네. Yes. 아그러니까전부리베라르아트인데네인문사회자연정보아또사본지지사이글로벌사본이재밌어요식물과사회죠사본이식물과사회Yeah, my program is listed in on the first column. Self-awareness와 일본어에 난 또 이분이 표기해. 자기탐구. 자기탐구. 자기탐구라고 거기 쓰여 있나요? 네, 네 일본어에 있어요. 네, 네. 이제 교수님 맡고 계시는 분야는 자기탐구. 교수님은? Yeah, I'd be sorry for this change. No, not for, but. I'm a researcher in adult learning or human development psychology, lifelong human development psychology. And that research is... 없었던 형태의 기부잖아요, 조직이잖아요. 그래서 저희도 이제 처음에 이제 설립 당시에는 이제 일본 리큐 대학에 있는 그런 썰데이지 프로그램 같은 게 좋을 것 같습니다. 重要なお話ですけれども、あのまあ、この50プラス財団があの最初設立された時期には、韓国にはこの、まあ、世界的にもこのようなあのあの、まあ、支援を支援組織があのなかったわけですね。しかし、あの設立あの当初は日本の立教大学のソウルデイジセンター、プログラム、ソールドエイジプログラムというのが立教大学にあるんでしょうか。それをあのそのプログラムからかなり多くのことをあの学んで取り入れたわけですけれども、ここはあの、ま、た立教大学の大学の中のあるあのプログラムとはあの若干違って、あのソウル市というあのバックグラウンドがありますので、この50プラス財団の、まあ、規模はあの急激的に大きくなったわけですね。でそういう背景には韓国の社会的あの、まあまあ、社会の変化もありますけれども、韓国はあの90年代後半、あの IMF の、まあ、経済、まあ、システムに入ることになりまして、雇用の柔軟性がのことに関してあの状況がぐるりと変わったあの時期があります。そこで韓国も日本とあの、まあ、似たようなあの年功序列とかあの、まあ、儒教の文化とかそのようなものが会社の中組織の中にあった時期があったんでしょうけど、あったんですが、90年代後半からあのぐるりと変わりまして、あの、まあ、会社を、まあまあ、定年までその一つの会社に勤めるという文化がなくなりまして、あの、まあ、会社を早く出て転職をしたり、そういう柔軟に職を求めるようなようになった社会の変化、それも それが非常に激しい変化の背景があるわけです。あ、女性と男性 あの、まあ、割合は初年度は、2人しかいなかったんですけど、女性が、女性が、うん、何人のうちに2人で、20名ぐらいでしたかね、20人の中に女性が2人だったんですけど、最初3年前で、처음에3년전에생길때는 20명을집하는중에여성이2명밖에없었어요. 10대. 네. 근데 지금은 반분ぐらいになりました。 예, 지금은 반 정도 됐습니다. 아, one of the reasons, I think that one of the reasons. 最後の質問ですけれども、シニアという場合に、日本では何歳から何歳を意味するでしょうか、シニアという場合。
何歳あこの前までは60以上と言ってたけど、どうも最近はそうじゃないな気がします、ね、最近は70以上じゃないですかね。変わっていきますよね。さっきの話ですね。会社でも、まあ、私はシステム開発やってると40超えたらやっぱり使い物ならというと変わらされるみたいな感じですよね。Actually, I'm 67, but I don't feel I'm not senior. 굉장히 애매한 것이 그전에는 60세라고 생각했는데 최근에는 70세 정도로 본다. 그런데도 어떤 분은 자기가 회사 다닐 때 40세만 넘으면 벌써 별 쓸모가 없는 사람 취급을 받았었다. 그러니까 그런 얘기도 이제 하셨고요. 그다음에 교수님은 67세라도 나는 시니어 아니다 라는 사람도 있다. 좀 애매하다. それから私が、まあ、付け加えますと、先ほど のお答えに対して通訳をしてなかったところがありまして、付け加えます と、この財団が設立した時点では自分探し的な仕事もたくさんやりました。しかし先ほど申し上げましたような状況でもってもう少し職探しに集中するよ事業に なりつつあります。ちょっとそこの話すみません、どうしておっしゃるかどうか分かりませんけど、その今のソウル50プラスファンデーションのね、もともとの出資者とかね、それから具体的に資金をそのバックアップしているのは、これはソウル市というふうに考えていいんですか？ね、처음에50플러스재단이설립했을때그럼그재원은어디서나온거냐서울시냐다전부서울시출신네네네네네박오수시장님께서네네네네서울시서울시시장네네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 네今の話聞いてると、構造的な、雇用の構造的な問題が第一かなと私も思うんですけども、そうそう、総務市だけではなかなか解決できない話ですし、次にはちゃんと月給をもらって、それを一定分貯蓄をするような生活パターンでした。しかし、最近になって、もっと消費社会が、拡大しまして、最近の人は貯蓄はしないで全部消費してしまうようなパターンになりました。そこで結果的に老後の準備に難しいようなそういう雰囲気がある、その背景があります。それもお話をされたんですけれども、私も聞きながらなるほどと考えました。今おっしゃったように、そのどちらかというと自分探しじゃなくて再就職の方にシフトしていってるという、それは良しとされたんですか、それとも軌道修正はゆくゆくしていくというふうにお考えなのか。지금두저쪽에계신분하고이쪽에계신분두분말씀이신데요저먼저말씀하신거는이제뭐였냐면저는일자리와컴퓨터세대별로좀차이나는것도보완을하는것이고대신에각구청에서예산을지원받아서하는센터가있어요거기에서는캠퍼스와달리기존에했었던캠퍼스에서했었던그러한교육들이심화가되어있는단과대학정도라고보시면됩니다今の質問に対する答えですけれども、自分探し的な事業が、縮小されたわけではないんです。でも設立当初では職探しを前に出してなかったんですが、今はそのバランスよく事業を進めていっています。それからこのコロナ禍の中でこのキャンパスに集まる人の数が少なくなったので、ここは職探し的な仕事、それからコンピューターのスキルをつけるようなこういう基本的なことを学ぶ場所として利用され
ており、それから先ほどあのお見せしました12箇所の、まあ、これより規模の小さいあとセンター、ここはキャンパスでセンターが12箇所ありますけれども、その12箇所のセンターはそれぞれあの日本でも使っている区ですね、市じゃなくて区、区役所ですね、区役所の財政で運営しているセンターがありますけれども、そのセンターであの、まあ、お料理を学んだり、まあ、人文学的なあの学習をしたり勉強をしたり、その二分化していると、理解していいと思います。日本の女性が働くっていうのはだいぶあの私なんか の, あのそういう時期と比べてだいぶ社会進出進んでるんですけれどもね、でもやはりあの仕事と家庭の両立っていうのはとっても大変で、である程度あの子供がやっぱり小さい何歳ぐらいですか、30と40の働き盛りぐらいで本当に大変になって、そこでキャリアを諦めるって人は結構多いんです。でそして一旦辞めてしまうと、あと再就職して同じ会社に勤めるのはそういうことはめったにありませんしね、あと仕事を作るったら簡単なアルバイトとかあのそんな風になってしまうんです。であのこちらの場合はそういうのはあのそうの来られる人たちはどういう年代、あのどういうあの女性 の, あの進出度とかあの意欲度とかっていうのはどんな感じですか？それをちょっと聞きたかったです。저희가특별히지여성특별히나고요그러네요연령은일단맞춤한건없고요근데다만이제저희그회원중에포털회원포털에가입을한시간을저희제가학생의것도한국에그래서私からの付け加えですけれども、経歴단체女性というと特別な言い方をしまして、あの社会問題化しています。それそこで女性人力支援センターだとか、新しいこれも韓国であの、まあ、解釈ちょっとしにくいんですけども、新しい仕事センターとい う, そ う, い う, そういう経歴断絶した女性向けの専門の支援策がありまして、そのセンターが全国に50カ所あります。でここでは女性と男性を区別せずにプログラムを提供します。しかし40代 の, あの参加者のなうち女性の場合はそのようなあのニーズの女性も多くあるということは把握しています。多いです、はい、あの一つあのシニアの今年代のことが出ましたけど、僕はあ、まあ、ここ書いてますように79歳で最年長者なんですけど、まあ、あの江南のリカレント生としては80歳代の方が何を言ってんかな、何かわからないね、あまだ私より上の方があの在籍されてます。で、まあ、あの個人差はあるとは思うんですけど、私の場合はあのここにも書いてますように、あのいつまでも学びを忘れんと過ごしたいなと。それとあの私にとって豊かな人生とはどういうことなのか、それを江南大学のリカレント教育で学びたい、特に西川教授に学びたい。それで落第して今2年目ですであのまあそれと最後3番目に亡くなる、まあ僕は100歳で死ぬと思ったんですけど、100歳まで亡くなる、あの、亡くなるあと20年間どんなことが社会に役立つことができるのか、人が喜んでもらえることができるのか、それを今一度新しく自分を新しい自分を探して新しい自分で生きていきたいと、まあ、それをリカレント教育の一つのきっかけにしたい。だから今西川教授からいろいろ学んでます。それと最後にこの、あのこういう制度はあの日本の大学で多々あると思うんですよ。
ただ海外まで行って学ぼうという研修しようと研究しようとするこういう大学は僕はまだないと思ったんです。だからこれをなんとか継続して翌年も翌年もずっと湖南大学のリカレント教育の一つの大きな特色であるというそういうものに仕上げたい。今日がその第一歩なんです。何YouTuber。 あ、YouTuber。 いやいや、YouTuber。 All day up three years。 今日のもぜひ上げさせてください。あ、ちょっとさっきは一応お願いしようと。ありがとうございます。サンキュー。はい、じゃあ、カムスミ。カムファニーディーだ。Last month, I posted my comment and my plan. Our plan to visit the Solar Heat Plus Foundation on the Facebook. Written in Japanese. Please click on the Facebook site.Also, last comment. So, also 10 years ago, I guess the UK apprentice program was the first program to create a new workforce in almost in immigrants in the UK. Apprentice program is a quite interesting program because so it's the policy is close to your program. And also Singapore also 2010 maybe something like that. Singapore Skills Future program has a similar program to upskill program, skill up program to everyone whohas been living in Singapore. Then Singapore says, so skilled workforce is a national wealth to create a strong a rich future. And also West Coast in the US has a similar program, apprentice program.And so when I click on the office foundation and the mid-career and 40 and 50 in the midlife crisis, but everybody can join in an open program, open seminar to 予定の2時間を軽く超え3時間近くになる研修座談会でした。 it's a good programFor you, for us to learn. 今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。